松平よりたけは、日本の教育者。高松松平家14代当主。本郷学園理事長、公益社団法人香川県教育会会長。ボーイスカウト日本連盟副理事長。公益財団法人、松平公益会会長。ボーイスカウト日本連盟国際コミッショナー。世界スカウト機構アジア太平洋地域。連盟スカウト委員を歴任したほか 世界仏教スカウト協会創設に携わった。二千十年旭日小受賞受賞。高松松、平家の十三代当主、松平頼明の長男として生まれ、終戦直後、小学二年までの二年間を香川で過ごした。頼明が、スカウト運動に携わっていたことから三島道春、来島秀三郎、古田聖一郎、岩波信平、鳴海茂和、村山優。 中村智らが家に出入りしており、よりたけも自身もスカウトとなる。早稲田大学卒業後、東芝に勤める。東芝在職中の1987年、東芝機械国務違反事件に海外運輸担当者として対応する。1990年に本郷学園理事長となる。2012年の第25回世界スカウト会議にて、 長年のスカウト運動への貢献により松平は世界スカウト機構の授けるブロンズール不賞の337番目の受賞者となった。父である松平頼明あきも1981年に同賞を受賞している。乗馬、アマチュア無線を趣味とする。ありがとうございます。